して帰ってきたら椅子が風で倒れてる。はい。いやー、あのね、本当に初めてのキャンプ並みにね、苦戦したし疲れたし、すごい楽しいですね、キャンプって。これからですね、今12時過ぎたので、昼ご飯を食べにね、富士宮焼きそばを食べに行こうかなと思っております。で、その後に買い出し行って温泉、まあ銭湯行って仮眠を取るっていう流れを取ろうかなと思っております。ではね、富士宮焼きそば食べに行ってきます。デイ。はい、着きました。天神橋さんですね。渋いっすね。では入ります。来ました。焼きそばとお好み焼きのミックス、超うまそう。いただきまーす。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱい。ではこの後、スーパー行きますかね。スーパーでちょっとね、休みましょう。お、富士山かなこれ。富士山、うわマジか、見えてんのかな今。ほったらかし、ほったらかしない、ふもとっぱら行けば。マジかよ。はい、改めてごちそうさまでした。あの富士宮焼きそば、屋台とかではね食べたことあったんですけどね、こういう地元のお店に入って食べたっていうのは初めてで、やっぱりお店の雰囲気も相まってね、すごく美味しかったですね。もちもちしてて、また食べたいですね。いろんなお店食べ比べしてみて、どんだけ味が違うかっていうのも確認してみたいですね。で、お好み焼きはあれは何なんでしょうね。濃い、すごく濃い。あれも癖になるんでしょうね。結構周りの方は大盛りで頼んでましたし、あの私たちが入った後からね、もう一気にあのお店埋まっちゃって満員になりまして、あの街がね出る状態でしたね。はい、というわけでですねなんだこの電車、ちょっと睡眠不足で、睡眠不足でね、一回ちょっと寝たいんですよね。この後買い出しで、マックスバリューに行くので、そこの駐車場でできたら仮眠取れたらいいなっていう流れですわ。まあ、あの知らない道走ってるんで楽しいですよ、相変わらずドライブは。では、買い物行ってきます。マックスバリュー着きました。ちょっと買い物の前にね、少し車の中で休憩します。これ仮眠取れそうだったら仮眠取って、取れそうだったら買い物します。おはようございます。ちょっと目をつぶったら1時間くらい寝ちゃいましたね。この睡眠はでかいですね。あのまだ何をね食べるか決めてないんですけど、やっぱりまだ睡眠不足と若干胃もたれがあるんで、これはね晩飯ね、どうしよう。とりあえず買い出し行ってきます。なんとですね、結局マックスバリューで買い物をせずという結果になりました。みんなでね相談した結果、もともとあのすき焼きを作る予定だったんですよ。けど本当ね体調みんななんか悪くて、で一回銭湯行ってちょっと体温めてから、お腹を少し空かせてからもう一回ちょっと買い物に来てみようということになりましたね。このままだったらね、あのセブンイレブンとかであの鍋焼きうどんを買う流れですね、この感じだと。とりあえず今から
お風呂行ってきて体きれいにしてきます。ちなみに、ね、富士山すっごいきれいに見えてるんですけど、カメラ越しじゃ分かんないかな。キャンプ場から見たいな。着きました。アンモの湯さんですかね。さっきのところから近くにあったので来てみました。結構人いるかもしれないな、規模的に考えたら。では行ってきます。スペースね。少しゆっくりします。眠い。はい、では、買い出しに行きます。で、言いたいことがたくさんありますね。まず一つは雨です。雨見えないかな。雨降ってきました、まさかのね。タープ張ってもう雨は降らないだろうと買い出しに行った途端に雨がね、温泉露天風呂に入ってる最中に、雨が降ってきました。そして二つ目が、ふもとっぱらキャンプ場はですね、6時までに帰んなきゃいけないんですよね。6時までにキャンプ場にね、あ、ちょっとこれワイパーで見づらいですね。ワイパーでじゃない、水滴で見づらいですね。で、今もうね、現在5時過ぎてます。これ買い出し間に合わない買い出し間に合わない、買い出し行っちゃったら間に合わないんで、ね、もうこうなったら怖い、危ない。セブン飯ですね。セブン飯、途中にセブンイレブンあったんで、セブンイレブンでそこで買い出しして、今日の夜はセブンイレブンのご飯を買うこと、じゃあ食べることにします。楽しみですね。本当にね、こういう寄り道とかトラブルも含めてキャンプですよね。なんだこの建物というか、なんだこれ。あ、行くね。こんにゃく石チャレンジ、奇跡博物館か。人入ってきましたね。いやー楽しい。なんか急にすごく元気になってきた。寝不足で元気なかったけど、寝たのもあり、お風呂もあり、すごい、あとトラブルもあり、一気にアドレナリンがね噴出して忙しいっすね。セブンイレブン着きました。現在5時20分。急げー、買い物終わりました。現在時間が5時40分ですね。ほんと危なかった時間でね。あのセブンイレブンで、あの薪とか炭とか売ってるんですけど、あそこで買った方がいいかもしれないですね。結構量多くて500円とかで売ってるんで、次来た時はあのセブンイレブンで薪と炭買うかもしれないですね。で、今回なんと炭を買わないという、ほとんど酒のつまみとか冷凍食品で晩飯を済ますことにするという素晴らしいキャンプですね。どういう風になるのか楽しみですね。じゃあ一回ここで切っとくか、動画切っときますか。この後はですね、寝床作りと晩飯編ですね、第3部にわたって、まさかね第3部にわたってお届けすることになるとは思いませんでしたけれども、よかったらですね第3部の方も見ていただけたら嬉しいです。ではここで一旦失礼します。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。